ノマンのほろ酔い雑談第4回目の放送でございます。ようこそお越しいただきました。こんばんは、健次郎です。思い返せば第1回目の放送は非常に難産で、なかなか第1回目が始められなかったんですけども、始まってしまえばですね、トントントンともう4回目を迎えるということで、チャンネル登録もたくさんの方にしていただきまして、随分増えました。本当にありがとうございます。はい、今日のお酒はですね、焼酎でございますが、黒霧島でございます。お最近はもうこれとウイスキーの水割りとかソーダ割りハイボールのローテーションが多いですね。焼酎は私が初めて飲んだお酒も焼酎で、あれはちょうど二十歳の頃だったかな。うちの両親はですね、両親ともに代々鹿児島の血筋でありまして、で鹿児島の人は基本的にはお湯割りで飲むので、私もお湯割りを飲むことが、まあ冬なんか多いんですけど、今日はですね、ここ見えておりますが、変わった飲み方をします。芋焼酎のグレープフルーツ割り。このグレープフルーツはですね、イスラエル産と書いております。これ最近すごい便利なものがあってね、スクイードするのに種とかがこう落ちないように液体だけが落ちてくる。でグラスの方にはですね、芋焼酎が入っておりまして、あ、ちょっと少ないかな焼酎をちょっと足そうかな。はい、ここポイントがありまして、このグラスの周りに塩をねこう散りばめてあるんですよ。塩をつけてあるんですよ。これを舐めながら飲むというね。それでは注いでみたいと思います。フレッシュスクイードグレープフルーツですね。まあこのままで飲んでもいいんですけど、ちょっとだけね、これあのよく私の放送でこのね炭酸水足すと、いい微発泡感になるんですよね。それでは今日は皆さんどんな一日をお過ごしになりましたか。今日も一日ありがとうという思いを込めて、乾杯いたしましょう。それでは乾杯。まい、この飲み方は実はすごく久しぶりなんですね。次は焼酎だろうっていうのは決めてたんですよ。基本的にはもういつも焼酎はこのほぼこの黒霧島うちは飲んでますね。比較的お値段もリーズナブルですし、ちょっとふとそんなことを考えていたら、ふとあることを思い出したんですよ。22とか3とかぐらいだったと思うんですけど、焼き鳥大吉ってありますよね。この八尾の隣町に藤井寺っていうところがありまして、大吉があって、そこのグレープフルーツハイがすごく美味しかったんですよね。そこはね、麦の焼酎のグレープフルーツ割りっていうのを飲ませてくれるんですよ。でそれがこういう風に塩を周りにつけて、あの自分でこうね、これをこうスクイードして、あの飲むんですけど、すごく美味しくてね、あ、こんな焼酎でもこんな飲み方があるんだって初めてそこ知ったんですけど、それこそ何十年ぶりに実はこういう飲み方をするんですね。梅雨に入ってムシムシ暑くなってくる、これいいんじゃないかと。もう一つはね、この最近八尾でイベントをやっておりまして、フルーツ浜田というのがいるんですけども、でいろんなフルーツを食す機会っていうのにも恵まれておりまして、でたまたまスーパーに行ったらこのイスラエル産のグレープフルーツが置いてたんですね。で、あ、そういやよく飲んだよな焼酎のグレープフルーツ割りっていうんで、そこでピッピッピッといろんなものが結びついて、でこの塩をこう舐めながら、テキーラ飲む時もそうですね、こう塩舐めてライムかみたいな、これでも理にかなってるというか、夏場なんかすごくいいですよね。ミネラルとか塩分がやっぱり足らなくなりますから、
このイスラエルのグレープフルーツ結構あんまり甘すぎずいいかもしれないな。美味しい。お酒を飲む若者が少ないと聞いておりますが、そう、2つのお話が今日はありまして、まずはこの焼酎ね、芋焼酎です。焼酎も一時期すごくこうブランディングされましてですね、高級志向ブランド焼酎みたいなね、こんなおちょこ一杯2000円近くするような焼酎が現れたりですね。でもなんか違うなと思うんですよ。初めて飲んだお酒が焼酎ですから、リーズナブルでなんかみんなで気軽に飲めるお酒、それが焼酎っていうイメージがありますから、箔がついて値段がどんどん上がっていくみたいなね。ちょうどその頃ワインブームが自分の中で起きていたので、ちょっと洋酒、ワイン、そうか、リキュール、リキュールまた面白いものがいっぱいあるんですよね、イタリアとかね。でまたそれも紹介していきますけど、そういうものをこう飲み漁ってた頃なんで、わざわざこう焼酎ブームにこう乗っかることはないわなんて思って、まあいつも通り白波飲んでたり、僕が初めて組んだバンドはホワイトウェーブって言うんですよ。白い波で、ネーミングで。うちの親父がバンドのメンバーで話してたら、白波でええんちゃうんかい言うて、ホワイトウェーブにしようか言うて、その後ケンちゃんバンドになったんですけど、そのぐらいもなんかこう生活に溶け込んでいたわけですよ。鹿児島にルーツを持つ両親のもとに育ったんですけど、鹿児島ってすごく封建的な社会なんですよ。少なくとも私の両親の年代ぐらいまではね、恐ろしく封建的なんですよ。あえて良くも悪くもと、言いたいと思いますが、もう完全に男尊女卑ですね。これは悪い一面ですね。うちの親父なんか、もう82になるうちの親父なんかがよく昔言ってたのは、男子たるもの、女子の持つ洗濯物の下を通るべからずと、ぐらいのことを言われたというわけですよ。意味わかりませんよね。まあ良くも悪くも封建社会と言ったのは、そういうこうネガティブな要素、もう今現代では多分 そんなことないでしょうし、通用しない世界です。ただ例えばこのお酒の飲み方とかいうことも徹底的にこう封建的に叩き込まれた部分もあって、家族、両親、親子三代ね、じいちゃん、ばあちゃん、親父、おふくろ、おじさん、おばさん、そういうのがうちなんか母屋でしたから、長男の。もう正月って言ったらもうすげえたくさんの人が集まるわけですよ。で、そういう場で、その封建的なこう、教育的指導っていうものを受けました。まあ、鹿児島の人たちの飲み方ってまたもうすごいですからね。もうああいうキラキラしたというか、ああいう時代というか、ああいう空気、ものすごい人数が集まって、お膳こうつなげてね、お膳がガーッとつながって、それこそ末席に女性陣がいて給仕をし、座る場所も決まっててね、主人はここ、主賓はここみたいな、来賓はここみたいなね、そういうのも事細かく決まっていたようです。薩摩の女性の人たちの献身的な振る舞いというか、いい意味でも素晴らしいなと思いますし、ああいうキラキラした時代っていうのはもうきっと来ないんでしょうけど、日本にはね。まあいい時代やったなと思いますね。
うん、今日焼酎を飲む限りはなんかそれをこう一つ取り上げたかったなというのが一つです。でもう一つがですね、ちょっと野球の話に行きたいんですけどね。グレープフルーツ割りね、焼酎のグレープフルーツ割りをこう出してきた。でそれをよく飲んでたの藤井寺と。藤井寺といえば近鉄バッファローズのホームグラウンド藤井寺球場。源次郎は野球小僧やったわけです。次週はですね、野球の話です。これは思い出たっぷりのトークが、繰り広げられます。ぜひお楽しみにお待ちください。上のカード、そして下の概要欄にいろんな情報を貼り付けますので、そちらの方もぜひご覧ください。野球小僧であった少年健次郎が時を経て親になり、息子がすっかり少年になったなという考えを歌にした曲があります。今夜最後は私のオリジナル曲で少年というナンバーをお届けしたいと思います。それではまた来週。その笑顔、祈りにも似た願いが重なる My love。 無邪気な心、その気持ち、ずっと大事にしてほしい。砂に描く絵のように、いつでも自由な明日、巡り巡る季節の中で夢や愛を手に入れるだろう。君の無限大のその未来に贈る愛の歌。ときめきを繰り返して、少年は大人になる。ピュアな気持ちでいれば大丈夫。未来に音が目を出し、生きる意味を求めなくていい。そこにいればそれだけでいいのさ。Oh, oh, oh。 そんなカラフルな未来、響く愛の歌。言葉
ばが心に踊る愛の歌響く愛の歌